アドバンス・オブ・ゼータ国に抗い死者は模型と小説によるフォトストーリー作品。ガンダムシリーズの作品の一つでアニメ、機動戦士ゼータ、ガンダムの外伝作品。サンダイズ運営の公式ポータルサイト、ガンダム、インフォーとアスキーメディアワークスの共同企画で模型雑誌、電撃ホビーマガジンで2010年から連載されている。前作、アドバンス・オブ・ゼータ。 ティターンズの旗の元にとは時代背景が同じだがストーリーやキャラクターのつながりはない。小説部分の著者は神の順一。小説本編はガンダム・インフォで連載されており、電撃ホビーマガジンではダイジェストのフォトストーリーと模型作例などが掲載。小説本編の更新は毎月25日で1話あたりの公開期間は3ヶ月となっている。 第12話までが地上編で第13話から宇宙編となっている。単行本は地上編全4巻とエウーゴの青い翼のサブタイトルを追加した宇宙編全4巻となっている。2012年8月に本編の連載が終了。漫画版はガンダムエース2011年5月号に元橋雄一による短編が掲載された。その後、 コミック電撃だよ2013年1月号より、暁、妖遊により連載が開始されたが、同年11月号より、長期救済。2014年7月号で、作者体調不良を理由とした、連載休止が告知された。宇宙世紀85年、連邦軍士官候補生のバン、アーネスト、その妹、何かの3人の運命は、バンが、 偶然30番地事件の記録データを入手してしまったために暗転する。ティターンズに拘束されたバンは、反連邦組織、ケラウノスと通じていた、何かの手引きで救助され、共にティターンズと戦うことを決意する。一方、妹と友人がテロ組織に加入するという不祥事に直面した、名門指定のアーネストには、ティターンズに志願して二人を撃つしか、選択の余地がなかった。 彼は二人を追いかける過程で、強化人間の少女、ロスバイセと出会う。宇宙で、ガンダム強奪事件が発生し、グリプス戦役が勃発する中、彼らは地球上の各地をそれぞれ転戦し、時にすれ違い、時に直接派を交える。カラバとティターンズの一大決戦となった、ニューギニアの戦いで、ケラウノスは、母艦都指揮官、フォルカー官庁を失い、何かを捕虜にされてしまう。 一方、アーネストが所属する、ティターンズ部隊も母艦が大破し、MS 隊隊長のライネス隊やロスバイセの担当技官である、ロキ博士を失い宇宙へ撤退する。宇宙に連れ去られたダニカを追い、バンはエウーゴに転属。ガンダム、ケストレルを新たに受領しダニカ奪還を目指す。一方、ティターンズでは、ロキ博士の公認のリュング女子による、再調整によりロスバイセは、 戦闘力と引き換えに感情を失ってしまう。アーネストは、ロスバイセの感情を取り戻すために、テルアビブ指揮官、西沢中佐と取引士ガンダムの首を取ることを約束する。コンペイト攻略によりダニカ奪還に成功したバンは、クリプス2をめぐる攻防で、ロスバイセと交戦。彼女の異常を察知し感情を呼び戻そうと、シャーマンフレームによる共振を試みるも、 中途半端に終わりロスバイセは幼児対抗を起こしてしまう。グリップス通行防戦で敗北し、ティターンズがほぼ壊滅に陥るも西沢はジャミトフハイマンの異名として地球主要都市への核攻撃を命令。アーネストは核攻撃用 MA 八ティの生体部品となったロスバイセのために、それを受諾、阻止しようとするバンたちとの最終決戦が勃発する。 新型ガンダム、スコールの力でムも圧倒するアーネストであったが、その真意は、核攻撃を行うふりをしてのロスバイセとの真珠だった。アーネストがハティを破壊し、スコールのコックピットで自決しようとしたその時、シャーマンフレームによる共振が再び発生し、バン、何かとの共振により、ロスバイセが復活、アーネストは自決を思いとどまるのであった。宇宙世紀95年。 ジャーナリストになり、火星に降り立つ番は一つの家族と再会する。これは、国に翻動されながらも、それに立ち向かう、人々の物語である。ワグテールを受け継いだ少年、ヨウオンを中心に、カラバのガウ階級、アトバラナの戦い及び、キリマンジャロ基地攻略戦における、キターンズヘアイリストの出会いが描かれている。地球上で活動しているハンキターンズ組織。 正式な組織名はなく、母艦である、ザンジバル級機動寿命艦ケラウノスの名をもって、通称としている。メンバーは、元ジオン軍人と、連邦軍人の混成で、後にカラバと合流する。2012年9月から、審判の名スのサブタイトルがついた、番外編が2012年11月まで連載された。前3話の内容は一部。 ビジュアルブックコンプリートファイルに収録されているが、小説の単行本は未刊行に終わっている。ウェブ上の連載は数年間削除されず掲載が続いていたが、2016年頃に閲覧不能になり、現在読む方法は事実上存在しない。C3 東京2016において本作のコミカライズとして、機動戦士ゼータ、 ガンダムガイデン審判のメイスが月刊コミック電撃画用で連載されることが発表された。2016年12月号にプロローグコミックが掲載され、次号から本格的な連載が開始された。宇宙世紀89年2月、サラミス・アラタメ級、デルフォイに配属されたヨーンは恋人アイリスと再会を果たす。そこにネオジオンの攻撃を受けていた。 ダモクレス基地との連絡が途絶えたの一報が入る。ネオジオンの目的はダモクレスによる隕石落としと推測されたためデルフォイは、両艦シラクサ、カタニアと共に奪還作戦に従事。ジオンのフルツワモの、オーラフを下しダモクレスの奪還に成功する。しかし、オーラフの最後の言葉によってダモクレスはおとりであり、水星 C、UC0089 こそが本命と判明。 ガンダムの活躍をよく思わない地球連邦軍上層部によってデリフォイ艦隊は増援のないままし UG-0089 の奪還作戦を決行する地球連邦軍以下の人物はリンク先を参照。ネオジオン、カメラードデルフォ、地球連邦軍、ネオジオン、カメラード。 パチモンガンダムチーム ISBN978 から4から04から87万457から、1ISBN978 から4から04から87万855から、 5ISBN978 から4から04から89万1 9百3十6から 4ISBN978 から4から04から89万2 1七十九から零 i s b n 9 7 8から4から04から89万3 6百3十8から 5ISBN978 から4から04から91万二 1051から6ありがとうございます。